CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷宗平です。本日も大東亜戦争の真実をお送りしていきたいと思います。講師は林親先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、前回ですね、昭和研究会っていったものを取り上げながら、近衛文麿の周りのブレーンの人たちについて学んでいくとですね、みんなが掛け持ちして、いろんなところでプロパガンダの人材育成をやってたんだと。いうことで、ちょっとゾーッとするような話が続くんですが、今日もその延長線上に、はい、前回もお話で少し名前出てきましたけども、風見明さんのですね、お話なんかを中心に、はい、今日話を進めていただければなというふうに思います。はい、失礼しました。今日はですね、一つの山場です。はい。山場ですね。山場。はい。ということはどういうことかというと、風見明ね。はい。これは今回のシリーズ、第2章と言いますかね、はい、で主人公近衛文麿とともに風見明なんですね。はい、でそれぐらいの方ですね。で我々の東京裁判をもし開くとすれば、これはちょっと前お話したかもしれませんが、当然ルーズベルトとかスターリンね、等々は戦犯になりますけども、日本の戦犯は筆頭は東条英機では全然なくて。近衛文麿と風見明なんですね。その話、そこにつながる話を、今日はきっちりやっていきたいと思いますね。ちょっと顔写真があるんで、風見明ってこういうお顔してますね。茨城県の出身ですね。じゃあ次行きましょうか。茨城県の出身でですね、信濃毎日新聞に入りましたね。その前には実は朝日新聞にいてるんですね。朝日新聞にいて、そこを人脈というのは彼のこの政治活動、生涯を支えるんですね。で、それで言い忘れてましたけど、私、革命児風見明って立てた名前つけたんですけど、まさに革命児であり、大日本帝国を滅ぼしたんです。彼が滅ぼしたんです。大日本帝国をね。そして一生涯革命児だったんですね。戦後もですね、大日本帝国を第一ラウンドでぶっ潰し、戦後も日本の共産化を目指したんですね。そういう活動をしてるんです。社会党の子も大物で、ね、彼は本当に、共産日本をずっと作るつもりでした。大戦中もそこから後もね。でソ連が進駐してくるのを待ってるという生涯でしたね。革命児風見明。で朝日新聞を経て信濃毎日に入り、そこの出筆になったんですが、もう本領発揮ですね。共産主義賛美の社説を書きまくってますね。共産党宣言ほど人類史上素晴らしいものはないっていうふうに堂々と書いてるんですね。で当時ね、あれですな、治安維持法もあったけども、私有財産否定、じゃなくて皇室の問題ね、ご皇室の問題はダメだけども、それ以外のあれですな、経済的な問題であるとか、共産主義全般の問題ってかなり目こぼしになってたみたいね。ご存知のように本屋でも共産主義とかマルクス・エンゲルスも氾濫していましたでしょ。でそれに乗じて風見明が書きまくってたと。それから特徴的なこの時代特徴はノーマン一家、宣教師ノーマン一家とね、軽井沢かな、長野県の軽井沢あたりで家族ぐるみの付き合いをしてたんですね。でこのノーマンっていうのはハーバート・ノーマンっていうお子さんがいてね、これが有名なんですよ。ハーバート・ノーマンも共産主義者で、暴露されちゃってね、最後自殺するんだけども、これは日本を戦争に向かわせ、そして戦争中太平洋問題協議会でね、対日戦略を練り、そして占領軍のね、として日本に来るんですよ。進駐軍、GHQ ね、GHQ 関連で、ジャパンハンドラーですよ、の第1号みたいな人、ハーバート・ノーマンね、非常に有名なんだけど、そのハーバート・ノーマン、共産主義者にして、GHQ のハーバート・ノーマン、太平洋問題協議会のハーバート・ノーマンは、風見明の非常に親しいわけ。親友ですね。親友なんですね。ここは後でまた聞いてきますからね、ちょっと覚えておいてください。それからさっきも話出しましたけど、風見明は尾崎穂積とは紛系の友なんですね。共産主義の同志ですね。で、先の話になりますが、尾崎穂積はスパイ容疑で昭和16年の10月頃捕まって、昭和19年ぐらいだったかな、処刑される、絞首刑になるんですが、そのことについて後で書き残してるんですね、はい、戦後昭和26年8月雑誌改造で尾崎穂積評伝殉教者への挽歌っていうのを送ってるんですけども、はい、要するに尾崎穂積はあれですな、時の政権に虐殺されたみたいな書いてたんですね。はい、うん、で尾崎氏あれですな、尾崎穂積がそのあれだな処刑の階段を上る音はね、はい、その帝国主義の挽歌だというようなことを書いてまして、もうね一体、うん、これはね変な話ですけどね、恋愛関係にあったんじゃないかっていうような感じ、もしかしたらそういうことあったのかもしれない。なるほど、うん、はい、で風見明初期官庁になった時も尾崎穂積をバックアップするしね、はい、で尾崎穂積自体内閣のスタッフになるし、はい、2人助け合いながらね、うん、日本を戦争の泥沼近衛文麿をうまくその誘導し、はい、近衛文麿の野望の実現に協力 しつつね、はい、日本を滅亡に導いていったというのが、うん、風見尾崎タッグね、はいはい、ということですね。うん、で風見明はちょっと前ですね、はい、第一次近衛内閣では官房長官ね、で今の初期官庁当時今の官房長官よりも権限が大きかった、うん、初期官庁って大事だった、はい、そのに就任したと。ね、で就任した時はもう新聞書きまくりね、野人と貴公子公家の組み合わせってことでね、はい、ヒーローになったんです、うん、風見明ね。はい、で共産主義者だってことは一切触れずにね、はい、でネットもないから国民全然そんなこと分かんないね、うん、腰にタオル手ぬぐいぶら下げて、ズーズー弁のね、うん、庶民派のね、はい、衆議院議員ね、うん、で一躍官房長官に抜擢っていうのは朝日新聞の報じ方です、はい、それから第二次近衛内閣では司法大臣になるんだけどね、うん、で司法大臣になった時の発言が有名でね、はい、自分憲法なんか知らないって言ってるんですよ。はい、司法大臣なのに、うん、はい、明治憲法なんかどうでもいいって言ってるんですよ、はい、そういう人ね、はい、それからさすがに昭和天皇陛下は、うん、よく見てて、うん、風見みたいなのがね、はい、いろいろ漏れ聞こえてくるし、風見みたいなのが司法大臣になっていいのかって注意したらしいです、はい、ね、だから近衛文麿はねそういう背景があるんだけど、風見を呼んできてね、お前司法大臣にするけど司法省の仕事なんかしなくていいって、うん、司法大臣の仕事なんか、はい、それはもう時間に任せとけばいいと、はい、お前にやってもらいたいのは新党運動だと、はい、一党独裁の党を作ってくれって言って、司法大臣として一つの政党を政治活動してくれって、はい、これ残ってますから、はい、そういう図式。はあ、ね、取り締まり誰もできないって感じですね。誰もできない、はい、取り締まる側だから、ね、そうそうそう、はい、でそれやってるんだから本当に、うん、でも昭和天皇は警戒 してるんですよ、はい、ということね、うん、はい、ということですね。はい、はい、次で、これは信濃毎日新聞に彼はいたけども、その時代の信濃毎日新聞の一コマなんですが、はい、これ夕刊なのね、うん、夕刊ね、当時の夕刊っていうのは一面のトップに広告が載ることがあるんだけど、はい、これ一面のトップなんですよ。へえ、一面にこんな広告が。一面わかりますでしょ、はい、新聞のタイトル、信濃毎日新聞で出てて、はい、ね、日付入ってますね。これちっちゃいけど、はい、昭和2年。昭和2年。2年か。あ、うん、なんだ、うん。これ信濃毎日新聞にいた頃だから。早い時期ね。12日。うん、はい、出てますでしょ、うん、で、一面のトップ夕刊で、マルクス資本論って。はい、支給を申し込みください。本日締め切り改造者って書いてあるでしょ、はい、これすごい新聞でしょ。すごいですね。で当時ね不思議なのは、はい、これ夕刊ですよ、はい、ネットもないのに本日締め切りってどうやって支給申し込みとかってこれ不思議なんだけど、はい、こういうことやってるわけ、うん、でマルクスについてとか共産党宣言を連載してね、はい、ね、堂々と。長野県でだから共産主義、はい、共産党強いんだ、はい、そうですね、左多いですね、こういう伝統があるわけ、ね、ちゃんとこうやって耕してたわけ、うん、でこの信濃毎日新聞を見てね、読んでね、はい、ああこれはいいな、使えるなって思った人物がいるわけ、はい、それは軽井沢に広大な別荘を持つ近衛文麿。なるほど、あそこでつながるんですね、うん、軽井沢。そうで茨城で衆議院議員になってね、はい、それで時経ずしてもう官房長官に抜擢、うん、でなぜ抜擢したかっていうと、近衛がね共産主義者で大日本帝国を一緒にぶっ潰してくれる人で、はい、マスコミに強い人がいいわけですよ。マスコミを牛耳れる人、うん、マスコミ出身者がいいわけ、はい、両方が揃ってるのが風見明です、うん、ということですね。はい、はい、でこの写真が歴史的写真で、この写真こそね、高校の教科書か資料集に載せるべき。はい。ね。うん、これはね、はい、第一次近衛内閣の前に、はい、もう第一次近衛内閣の前にもう政治行き詰まってきてるわけですよ。はいはい、ね、どうしようもない英米との圧力関係もあるし、はい、シナの問題もあるしね、軍部の問題もあるしね、はい、その時ね、もう行き詰まってきて、次はいよいよ近衛内閣、近衛文丸を前言ったように名声高いですからね、はい、将来の首相というふうにも言われてますから、はい、次はいよいよ近衛内閣かって言われだしたのね、うん、ね、そうするともうみんなわかるわけですな、準備してた人たちも、はい、昭和研究会の人たちにも、はい、これは近衛文丸の第一次内閣ができる直前の、できたのが6月の末ぐらいかな、ちょっと違ったらごめんなさい、はい、これ5月のですけども、はい、朝日新聞の主要スタッフね、はい、で風見明の出身地の近くの筑波山にみんなで登山したの、はい、へー、清掃してるでしょ、はい、背広であったり和服であったり革靴でしょ、はい、清掃してあの筑波山の頂上で記念写真撮ったんですよ。どういうことですかね、はい、で左から2番目風見明ですよ、はい、ね、でこれ関口さんって言って一番右は昭和研究会の設立者ですよ、はい、で他の人たちもね名前チェックするとね、主要メンバーで長谷川博さんの崩壊朝日新聞ってあるじゃないですか、はい、要するに戦後の反日の朝日新聞を作ったメンバーたちも当然中に入ってるしね、はい、そういうメンバーね、はい、全員朝日新聞オールスターってことですね、はい、これ決起大会だったの、決起の儀式だったんです、はい、要するにいよいよ日本で革命だと、近衛内閣ができて、はい、うん、でだから清掃姿で登って筑波山、わざわざこれ大変ですよ。すごいですね。ところが筑波山というのは大正時代にケーブルカーが出てきてかなり上まで行けるのね、はい、箱根と観光地を競ってケーブルカー作ったんだけど、はい、でもかなりまで上まで行けんだけども、はい、それでも大変だっけ、うん、ケーブルカーの駅から頂上までね、はい、でも清掃で行ってるし、この岩場って私も実際行ったんだけども、はい、ツルツルしてるし、うん、まだこれ、はい、後ろはね断崖でね 200〜300メートル落ちるようなところな、はい、こんなね集団で記念写真撮るようなところじゃないわけ、はい、で撮ったらね、はい、だから要するにここで決意でありこの瞬発式でありね、うん、それからパワースポットだから、はい、だからいかにこのあれです重要な意味がある登山だったかってことですね、うん、はい、でこのあと下山して、うん、多分ねバスか車で移動だと思いますけど、はい、土原まで行って。そこで花月楼っていうところへ行って、はい、料亭でね、こう、うん、いい料亭なんだけど、そこでいわゆる規制を上げて、まあ打ち合わせしたんでしょうね、うん、この記念すべきねこの日本革命が始まるって、ね、大東亜戦争の道へのこれあれですよ、画期的な朝日新聞たちの集いだって、はい、決起の集いだって、はい、でさっき今の写真でね、はい、それとね、はい、もう初夏でしょ、はい、ね、なのに黒いコート着てね、うん、はい、帽子までかぶってる人がいるわけ、はい、まるでスパイみたいな格好してる人が左から3人目にいるでしょ、はいはいはい、この季節に不似合いだけど、はい、これ誰だか分かりますか？分かんないですね。これ朝日新聞関係者でね、はい、まるでスパイみたいな格好してる、うん、これ尾崎穂積なんですよ。これが尾崎穂積ですか？5月でこんな格好暑いっすよね。だからスパイだから。はい、ね。で風見明といつも一緒にいるの。はい。うん。これもすぐ隣でも触れ合うような感じでね。はいはい、なるほど。でなんでこういう詳しい話ができるかっていうと、はい、この頂上のね、はい、次々。で私何でも現場主義なのね。行かれたんですね。はい、行かれたの。はい、同じ格好しなきゃいけないと思ってね。一応このコート着てね、はい、厚手のがなかったんだけど、はい、で帽子もかぶってね、うん、ただ帽子がね尾崎穂積みたいな帽子持ってなくてね、はい、これチンケの帽子になっちゃってねこれ評判悪いんだけどもこれ岩場でほら、はい、一緒、これもう一回戻してもらいます、はい、でこの和服のおじさんの後ろに大きな岩があるんですよ、うん、それがこれね、うん、同じ場所、うん、で私転びました、ここで、はい、危なかった、うん、だそういうツルツルの危ない頂上ね、はい、後ろ 200〜300メートルの大岩の絶壁にこう並んで記念写真撮ったっていうことね、はいはい、それでこれが過月労、その後みんなで規制を上げた過月労ですね。はい、でそんな大事な話、秘密の話、ちょっとやそっとじゃできないでしょ。はい、場所選びますでしょ。うん、選びます。神谷さんも大事な話。はい、はい、選びます。ね、この話ならあそこっていうのあるでしょ。はい、ね、はい、この過月労の過月労っていうのは山本五十六ゆかりの料亭なんです。へー。土原の航空隊の副長だったでしょ、はい、で山本五十六は新潟出身で、はい、茨城の水が合わなかったんです、うん、で親代わりに世話したのがこの過月労のオーナー夫婦なんです。へだから過月労っていえば当時も山本五十六なんです、はい、イコール、はい、そうですね。で海軍では、うん、海軍でも大事な集いはこれ高いからねあんまりめったにいけないと思うんだけど、はい、KG って呼んでたの過月労、はい、海軍の暗号で。うんそこへ風見明とか朝日新聞のメンバーがわざわざ行くわけです、はい、もうそういう図式が、うん、これもうそれ絶対つながってるやつです。盧溝橋事件の前ですよ、はい、これ、はい、第一次近衛内閣ができる直前、うん、でこの過月労ちなみに言うと本当に有名なあれでリンドバーグも訪れたことがあったりとかね戦後吉田茂も行ってるんですそういうとこ、はい、そういう非常にね地盤が働いてる料亭なのね。うんはいで私も行きましたけど東郷さんの平八郎の書が飾った部屋がありましてね、うんはい、そこで打ち合わせしたんじゃないかと思うね、うん、ちょっとこれを見ていただきたいんですけどもこの図を見ていただきたいんですけどもこれが一番大事な図です多分本シリーズで最も大事な図表ですね。この図表はですね著書で言いますとねごめんなさいこの日米戦争を策謀したのは誰だと、うん、これにも出てますけども、はい、これが非常に大事で今お話ししてきたことこれから話すことが整理できてますね。これ近衛文麿をめぐる人間関係図って近衛文麿の最も重要なスタッフです、うん、たくさんスタッフ いるけども戦争への道を近衛にいざなったあるいは近衛が利用した最も重要なスタッフですね。共産主義系列の人間とそれから国際金融資本系列の人間がいますね。共産主義系列では一番重要なのは今話した風見明ねそれから尾崎穂積ね内閣のスタッフになる尾崎穂積ですね、はいそれからあれですな有沢博美に牢山正道、はい、昭和研究会秋丸機関の牢山正道と有沢博美、うん、それから国際金融資本系列ではさっき話した牛場智彦、はい、白洲次郎西園寺金勝ね、うん、それから松本茂春ね、はい、西園寺金勝は元老ね、うん、この絵を育てた元老西園寺金持の孫、はい、この人根っから共産主義者で、うん戦後は中華人民共和国に家族で移住し、はい、大臣級の待遇を受けて文化大革命を来賛した人ね、はい、ということですね。それから海軍ですね、近衛風見のコンビと米内山本五十六のコンビは非常に親しくて、はい、後でまた詳しく言いますけども特別な通信コミュニケーションもあったっすな、はい、それに長野修身ねこの間話しましたね、うん、で、ポイントは星印がついた人はこれがみんな太平洋問題調査会の主要メンバーであったり関係者であったり人面ね、はい、たくさんいますでしょ、うん、でこういう人たちが昭和研究会とか朝飯会とかあるいは内閣で集って日本を支那事変の泥沼に追い込み太平洋戦争に追い込み大日本帝国をぶっ潰したと、うん、で彼らがその推進力でありあるいはまた近衛文麿の監視役であったと、はい、いうことが大事でこの表はちょっと頭に入れといてください、はい、ということですね。はいありがとうございます。まあ、今日は風見明さんの話から始まったんですけども、まあ、そこから彼らがどういうふうな人脈でつながっていたのかというようなことを聞いていきました。だから、まあ、僕もこの図は何度か見せていただいたんですけど、ねまあ、今日みたいな形で、ね、写真まで見せていただきながら彼らがどこにどう集まってどういうふうに話をしてたのかと聞くとよりねリアリティが増してきますので、はい、皆さんもぜひそういったところも抑えながら、事実としてですね、はい、これウェブインボールと何でもないですもんね、うん、もう実際つながってたことはもう後世もう分かっているので。はい、それをどう分析するかという話かなというふうに思います。ちょっと5秒だけいただいていいですか。はい、それでね、これ今日持ってきたんだけど、これ例えば風見明日誌なんですよ。これ、はい、原本のコピー、日記、本人の自筆ね。ああ、自筆。はい、こういうのにも基づいてますからね。うん、これもまたちょっと詳しくでやっていきますんでね。はい、皆さんと共有していきたいと思います。はい、はい、どうも今日はしっかりとしたお話、はい、ありがとうございました。